はい、どうも、メンヘラおじさんです。もう本当にね、ちょっと、今日一日、特に昼からですね、ちょっと無気力になってしまって、動画投稿がちょっと全然できませんでした。すいません。喋りたい時事ニュースっていうのは、いくつかあるんですけども、一度も正社員になれない氷河期世代の話と、バルミューダスマホっていうのがですね、出てですね、で、言うたら、OS とかも全部日本製で作ったものの、iPhone に比べたらちょっと、言うたら劣る性能で、十数万円の、もので、バルミューダというブランドは使ってるんだけれども、スペック的にはそんな高くないものを作ってて、で、言うたら発売当初はちょっとなんか、結構売れてんねんみたいな話だったのが、なんですかね、その企画がちょっと、未達というか、そういうのでちょっと今販売中止しますよと。というような話やったので、その話と、あと、日立製作所の、ジョブ型雇用について、の、この3点について、言うたら喋りたかったんですけども、もうちょっとそんな元気もなくてですね、コメント返しをさせてもらえたらなというふうに思ってます。田中美奈子さんからですね、昨日の話からですね、やはり婚活再開して、婚活メインで行けば4000人すぐ行けると思いますというようなことで、これは、登録者数ですね、は、おじさん自身も、言うたら、その方向でいけば再生数も伸びるかなというふうに思ってるんですけども、やっぱり会社としてそういう話の緊急報告というのはあまり好んでないと。特にそれで一回刺されてるんで、刺されてるっていうのはこの中で、婚活をして、で、言ったら、ご飯食べに行くっていうことは、いかがな女なのかというような形でクレーム入ってるので、それをちょっとやるのは、めんどくせえなと。いうところと、おじさん自身がもうお見合いを100回以上やってて、今現在ね、ちょっと飽きてるんですよね。飽きてるというか、もう一人でいいか、みたいな形になってるんで、多分動画撮っても熱量がね、入らないと思うんですよ。っていうところなので、それは過去動画見てもらいながら、かな、というふうに思ってますし、また、なんていうんですかね、気持ちが切り替わって、オンラインで、婚活するとかになってきたら、ちょっとやってみたいな、というふうに思ってるんですけども、っていうようなところです。ちょっとまだ、自分の中でこうやっていこうという気にならないので、今はちょっと置いとこうかなというところでございます。で、あと、ジュンジュンさんに関しては、言うたら、これだけ、言うたらトークあるんやったら、本当に、というふうに言ってもらってて、それと同時にですね、やっぱり、お水関係の動画、そろそろ出してくださいと、言うたら、通常モードのですね、健全な、チャンネルでも、言うたら、アンチが来たら、寝ますねし、閉じるというようなことをしてて、やってるので、なんていうんですかね、やきもきすると、もうどうせならもう振り切ってくれというようなことだと思うんですよね。で、私も、言うたら、昨日の話では、やっぱり結構振り切ってですね、やった方がいいんじゃないかという話もいただいたんですよ。で、逆にというか、この健全な話題だけでよくここまで来たなというふうに思ってるんで、チャンネルを分けてやるのはありかなというふうには思ってるんですね。お水やとお水だけの話で喋れること山ほどあるんで、ただ、それをするとまた、やっぱ会社に刺されるっていうところがあるんで、それするときは本当にもう会社とお別れするときやなというふうに思ってるというのが一つと、今、オフ会をね、1月22日にやるんですけども、それこそ本当に下世話な話ばっかりするような会なんで、言うたらそういう住み分けもね、徐々にやっていきたいと思ってるんですよ。で、特に、YouTube ライブとかでは、YouTube ライブとかでもちょっと怖くて話せないんですけども、言うたら私、Zoom 契約してるので、Zoom でやり取りしたりとか、で、スペースはね、ちょっと、残るから嫌なんですよ。残るというか、誰でも参加できますよっていう形にしてるから嫌なんですけども、有料コンテンツとして、そういう話をするっていうのは、個人的にはありかなと。いうふうに思ってます。ちょっとやり方を考えるんですけども、一つは、本当にオフ会、オフラインでですね、いろいろ話するっていうところで、今、3人、で、言ったら、ご飯食べましょうということで、ランチするんですけども、その時にいろいろ話しようと思ってて、っていうような会をですね、
今徐々に、組み立てていってるところなので、もしよかったらそういうのの枠組みでですね、言うたらまあ、そういう話を小出しに出していきながら、言うたらまあ、オフ会のコンテンツとしてですね、やっていければなというふうに思ってるのが今の現状でございます。ちょっとオンラインで載せるのは、今会社と揉めたくないので、そういうことはちょっとやめとこうかなというふうに思ってるところでございます。と同時にですね、言うたらまあこれだけの、まあトーク、オンリーで、しかもまあだいぶトーク内容制限してる中でですね、また登録者がちょこちょこまた増えてきてるんですよね。っていうところで、なんかこのチャンネルはですね、やっぱりまあ、置いておきたいなというふうに思ってるので、これでちょっと頑張らせてもらって、で、まあ要望があるものについては今オフラインで、ちょこちょこやったりとかですね、いろいろやり方模索してるところなので、そちらの方をですね、また活用いただいて、くなり、言うたらまあ個別でですね、全然、コンタクトを取っていただいて、ズームなり、まあなんていうんですかね、オフ会でやれればなというふうに思ってますので、ちょっと言うたらまあ、全公開のコンテンツでやるのはちょっと今、まあ今日明日やるっていうことは多分ないかなと。いうふうに思ってますけれども、まあそういう地下に潜ってですね、何かやるっていうことに関しては全然私はやぶさかではないので、そういうところで、まあ言うたら、なんていうんですかね、酒の魚にしてですね、言うたらおしゃべりするというような形で今のところちょっとやっていこうと思ってますので、まあ、ご認識のほどよろしくお願いしますというところでございます。はい。というところでですね、今日に関しては、まあ、ちょっと寝させていただいて、明日、出社できそうであれば、朝一でちょっとまた時事ニュース、喋ろうかなというところでございます。で、また相場も開きますので、リミックスポイントの話もするかなというところでございます。はい。では、失礼します。